2002年に、個人で、独立中立の IFA を始めました。で、自分でやってみて、これって本当に IFA って本当にお客様重視を実現できるので、これはやっぱり広めなきゃいけないなと、もっと認知度を上げたいと思ったんですね。お客様重視を実現するためには、IFA をリスペクトすべきだというのが僕の考え方なんですね。その IFA 業務に専念できる環境、それから経済的精神的にゆとりを持って IFA 業務に携われる、これも環境インフラというものを提供しています。で、長期的には、証券マンに占める IFA の比率を、欧米並みに高めることに貢献したいなと思います。支店長がですね、部長、役員、そして社長になるっていうのが、金融マンのですね、出世だと思っている人が多い。ファイナンシャルアドバイザーで、ずっとやっていくのかという選択があってもいいんじゃないかな。もう一つは、ファイナンシャルアドバイスっていう業務は、基本的に投資家、お客様とファイナンシャルアドバイザーの間で、完結する業務なんですね。ですので、そこには、会社というか所属する金融機関が入る余地はあまりないと思っていて、金融機関は何をするかというと、そのファイナンシャルアドバイザーの育成とコンプライアンスの管理、極端に言うとそれだけでいいんじゃないかと思っています。で、例えば商品ノルマみたいなものがあると、お客様のニーズに合わない商品を販売しなきゃいけないというようなことが起きてくる。弊社の特徴としては、グループ会社に、税理士法人、それからコンサルティング会社というものがあって、お客様から信頼されている IFA さんの場合、その証券以外の相談も結構受けることが多いん で、そういったものに対してそのグループ会社がサポートをして、ソリューションを提供するということが可能です。そうすると結果的にお客様の満足度も上がり、お客様とウィンウィンの関係が築けるということになるかと。この辺も特徴の一つだと思います。金融機関みたいに、3年ごとに転勤していくと、お客様との関係というのは希薄にどんどんなっていくわけですよ。そうすると、実際問題、何店舗も転勤しちゃうとですね、信頼関係ができているお客さんなんていないですよ。子供がもう大学も卒業して、手がかからなくなった。ある意味50代となってくると、そういう方とかは、IFA になります。で、証券マンだと一般的には60までの定年があって、定年後の、仕事は、ある意味も給料も下がるし、また違う仕事を考えなきゃいけないというところがあるんだけども、50代、子供が手が離れた段階で、証券会社を辞めて IFA として独立すれば、そこで、IFA として早い段階で基盤を固めることができれば一生できる、そういう意味においては50前後で IFA として独立される方も多いかなと思いますね。58歳になってね、例えば高校時代の友人とか、大体みんなリタイアしていく、その退職後のことを考えていくような世代で、58歳にもなって夢を持って仕事ができているということがすごく幸せかなと思います。チャレンジしない人生なんてつまんないと思っていて、だから沈むまでチャレンジはしていきたいなと思ってます。で、チャップリンの言葉ですけど、人生に必要なものは勇気と想像力だと、それからほんの少しのお金があったらいいよっていう、その言葉が格言というかね、好きですね。